はい、今一度盛大な拍手よろしくお願いいたします。可愛い拍手に登場でございます。助かりました。私は司会でこれが間に合わなかったらどうしようかと思って、実は司会をする前から心配しておりました。ちょうどいい時間に来てくれましたんでほっとしました。それでは河合克行が到着をいたしました。決意も新たに皆さんに改めてここでお願いを申し上げます。河合克行候補よろしく。皆さんこんばんは。大変寒い中、また急なご案内だったと存じます。本当に大勢の皆様に今日この場にお集いいただきましてありがとうございます。外は寒くございますが、もう皆さんのこのお顔を拝見して勇気と力が湧いてきました。本当にありがとうございます。どうかこれからもまたいろいろとご迷惑かけますがよろしくお願い申し上げます。のっけから恐縮なんですが、今日の午前中に、大変衝撃的な世論調査の結果が入ってきました。この第3区についてです。私と民主党の候補者の間の差が一桁以内に縮まったということでありまして、おそらくは自民党の圧勝報道、これが公示直後から盛んに報じられています。そういう中で、いわゆる自民党の支持層あるいは無党派の自民党の支持をしていただいている方々のお気持ちの中でいろんな変化が出てきたのではないかと、そのように今分析をしています。もう一桁以内の差ということは誤差の範囲内でいかようにもこれから状況が変わっていきます。公示前とは全く選挙情勢が一変したと思っていただきたいと存じます。これからあと今夜が明ければ3日間、最後の3日間です。ぜひ秋田方市の皆様にこれまでもご迷惑ばかりおかけをしておりますけれども、どうかあと3日間また力をぜひ与えていただきたいと存じます。まずはじめによろしくお願い申し上げます。この2年間私たちは脇目も振らず日本を立て直す、全力で走り続けてきました。民主党政権傷つけた、まずは日本の経済から徹底的に立て直していこうと、そして外交、安全保障、教育、社会保障、私たちの手で自民党と公明党第二次安倍政権皆様のお力で2年前お作りをいただきました。この2年間強い決意と、そして不退転の覚悟で全力で走り続けてきました。経済、暗かった民主党の時代、混乱と迷走の民主党の時代、日本の経済惨憺たるありさまでした。株価と賃金下がる一方、歯止めが株価は7000、8000円台、皆さんが預けている年金、その運用、株式で行います。
ですから、下がり続けることによって毎年巨額な運用の損失、あの時代垂れ流していました。行き過ぎた円高、是正する能力も意欲も全くあの政権は持っていなかった。ほったらかしです。全国の競争力のある工場が続々と中国、そしてアジアの国々に流出をしていきました。当然工場がなくなる、雇用が失われます。失業率は高止まり、一番影響を被ったのは若い人たち、就職難、仕事に就いている人の数は民主党時代52万人も全国で減少をしました。その真っただ中で皆様のお力により誕生したのが第2次安倍政権、アベノミクス三本の矢、あちらのポスターにも貼ってます。景気回復、この道しかない。私たちはブレずに、そしてひたむきにこのアベノミクス三本の矢信じてまっしぐらに仕事をしてきました。2年が経ち、経済の先行きは劇的に変わりました。仕事に就いている人の数は110万人逆に増加をしました。株価は民主党時代の2倍以上、よって株高によって年金の運用、この2年間で28兆8000億円の黒字を達成し、民主党時代の巨額の損失すべて帳消しにできました。賃金、この春の賃上げ、民主党の最大の応援団である連合の調査によって15年間で最高を記録したということが明らかになりました。 2.07%、 もちろんまだ道半ばではあります。でもようやく今15年ぶりに経済成長、景気回復のそのチャンスが今皆さんの手の中には握られる。ここでこの経済成長15年ぶり、この流れを止めるわけにはいきません。そしてあの暗かった民主党の時代、あの混乱と迷走の民主党の時代に私たちは戻るわけには絶対ならない。前回総選挙2年前、この安芸高田市で民主党の候補者が取った得票率ご存知でしょうか。 25.0%、 安芸高田市民投票にした4人に1人が民主党の候補者の名前を書きました。安佐南区の数字が 26.4% ですから、あまり大きな違いはありません。人口流動が激しい、もう数年間にもう何割もの人が出たり入ったりする安佐南区、そして都市化が進んで過密なその安佐南区で民主党の候補が取った得票率と、この安芸高田市で取った得票率がさほど変わらないということをぜひ皆さん今回よくご理解をいただいた上で、明日からの3日間河合が地域と共に戦ってください。皆さんの周りのお友達、お知り合い4人に1人は前回民主党の名前を書いている。一体あの政党が安芸高田のために何をやってくれたんですか。日本のために何をやったのか。もう少しでこの国が滅亡の淵に追いやられる寸前まで民主党政権3年3ヶ月全てを日本の壊してしまった。外交、周りの国から侮られるばかり。安全保障、要である日米同盟、沖縄の基地問題、出来もしないことを公約した総理大臣がいたおかげでアメリカとの関係は大きく傷つき、
沖縄の県民も心を傷つけてしまい、先立っている沖縄の県知事選挙、那覇市長選挙、結果お分かりの通り、今でも後遺症があと数年間は続くと言われています。私たちは約束したことは道半ばではありますけれども、結果を出しつつあります。民主党や一部のメディアがアベノミクス3本の矢うまくいってない、そんな批判をする。皆さんも気になったことがあると思います。その時はぜひ皆様、周りの皆さんにはっきりと自信を持って言ってください。ではアベノミクス3本の矢を批判する人たちに問いたい。その代わりにどういった具体的な案をあなたたちの政党は持ってるんですか。何にも代わりの案があります。分厚い中間層を作るだとか、社会保障を立て直すだとか、じゃあそれをどうやっていくのかというのを有権者の皆様に説くのがこの選挙ではないですか。ああなったらいい、こうなったらいいなんてことを言うのでは、それでは居酒屋の談義とあまり大差はないんです。具体的にどういった政策をいつまでにどうやって国会で通すのか、財源はどこにあるのか、彼らは何にもそれを示すことはありません。私たちは違います。この2年間ひたすら日本の経済立て直す、民主党によって傷ついた日本立て直すということで、着々と具体的な成果を上げつつあります。もうすでに東京では景気回復の流れが、波が始まりました。アベノミクスと東京オリンピック2020、この東京で始まった景気回復の波を秋田方市に持ってくることができる候補者は誰かということをぜひ皆さん、周りの方におっしゃってください。地方創生がその一つの答えです。今回の選挙戦でも私たちは高らかに地方創生を歌っております。先の国会で基本法が通りました。これから具体的な肉付けを、これは国が考えるのではなくて秋田方市の皆様に考えていただきたいんです。吉田の皆様に、八千代の皆様に、緑の皆様、高宮の皆様、高田、そして向原の各地域の皆様に、それぞれの地域でどうやって意欲的な提案をお考えいただけるのか。この地方創生、ありていに言えば特定の地域だけを特別扱いする仕組みです。本当にやる気のある地域、しっかりと手を挙げていただければ、国がこれまでなかったような自由度の高い交付金、補助金、助成金、税制、規制、さまざまな仕組み、その提案にオーダーメイドをしてしっかりとお届けをいたします。この2年間私は安倍総理、そして菅官房長官と厚い信頼をいただいております。私が秋田方市の具体的なことについて相談を皆さんから受ける、それを官邸に相談すれば大抵のことは実現できます。はっきりと約束を固くさせていただきます。地方創生によって農業、林業の活性化、競争力のある農業、そして木、間伐材、バイオマスなどを使ったさまざまなエネルギー産業の可能性、地域医療の立て直しも重要です。医師の確保など大変秋田方市の中でも周辺の方々がお困りになって、それは一つの案にすぎません。私から何か申し上げるのではなくて、地元の方に考えていただく、考えていただいたものをぜひください。しっかりと実現をさせていただきます。地方創生によって秋田方の皆様がこれよりも豊かな生活を送っていただくことができる、その精一杯の後押しお手伝いをこの選挙を通していただいた上でぜひしていきたいんです。解散の日、私は安倍総理に追われ
官邸に伺いました。20分近く差しで時間を頂戴しました。現職の閣僚があの日は解散の日ですから1分間か2分間ずつしか会ってない中で、まあ破格というかありがたいやらもったいないやら、解散の当日という大変象徴的な日に官邸に呼んでいただいて2年間の働きをねぎらい、そして帰りがけに葉っぱをかけられました。河合さん、今度の選挙しっかりと勝ち上がりなさいよ。この言葉の意味、皆様はよくお分かりだと思います。私はもうあの言葉を聞いた瞬間、いても立ってもいられなくなりました。すぐに地元に戻って、もう回らなきゃいけない。しっかり勝ち上がらなかったら、もう安倍総理が口を聞いてくださらなくなるんじゃないかなと思うぐらいの強い迫力でそう言われました。ぜひ皆様にお願いです。6期目がかかった厳しい私にとって乗るか反るかの今回は大勝負です。これまで長い間秋田方の皆さんにご迷惑ご心配かけ、照る日曇る日だけじゃなく土砂降りの日もずっと温かく見守り続けていただき、ようやく今度当選させていただければしっかりとご恩返しをすることができます。地元のためにもお国のためにも、まさにそれがかかったのが今回の戦い。ぜひ河合克行に力を与えてください。今回は今日は市議会の藤井議長お見えいただきましたが、公明党から絶大なご推薦をいただいております。公明党の皆様は戦いの場が比例区のみ、ぜひ比例区公明党力を与えていただくよう私からもお願いを申し上げます。自民党と公明党が両方勝ち上がって初めて第3次安倍政権安定して作ることができるんです。もうあの数年前のように毎年コロ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 総理大臣が変わる、あんな不安定な時代に戻るわけにはいきません。何も決められなかった、何も進まなかった、世界からはバカにされ、経済も不安定の極み、政治が力を持たないと、政治が安定をしないことには経済を立て直すことはできません。皆さんには両手に10本の指を持ってらっしゃいます。ぜひこの指の数だけ10人の方に声をかけていただけないでしょうか。秋田方氏をしっかりと固めていただいた上で、朝北朝南人口が多いところのお友達お知り合い声をかけていただけないでしょうか。あと3日しかでなくて3日間もあります。10人声掛けが済んだら、ふっと下を向いていただければ、足にも指がもう10本あります。20人の方に声をかけていただきたいんです。有権者の皆さん、国民の皆さんが力を持っているんです。皆さんのその力で政治に力を与えてください。安定した政治に力を与えてください。今ここでもし私たちがしくじるようなことがあれば、日本の経済は底が抜けます。ようやく15年ぶりに掴んだ経済成長のチャンスです。ようやく15年ぶりに掴んだ景気回復のチャンスです。このチャンスを皆さんの力でチャンスに終わらず実現することができるんです。東京で始まった景気回復の流れをこの広島に秋田方市に持ってくる、そのためにはぜひ河合克行に皆様の力を与えてください。厳しい戦いあと3日間続きます。高いところから恐縮ですが、河合克行に秋田方の力を
皆様の力を与えてください。心からお願い申し上げます。ありがとうございます。河合克行が熱意を込めてまた皆さんに心からのお願いを申し上げました。それではここで今日河合克行夫人でございます、アンリ夫人が来ておりますので、お礼のご挨拶を申し上げます。皆様本当にお出にくいお時間にこうして主人のお支えをくださるためにお集まりをいただいて本当にありがとうございます。皆様には今日も来ていただいておりますけれども、児玉浩先生、県議会でも私も非常にお世話になっておりますけれど、児玉先生の事務所を開放していただいて、毎日毎日そこに詰めていただいて、そしてたくさんの方にお声掛けをしていただいています。もう十分すぎるぐらい皆様には毎日毎日主人の選挙のことをご心配いただいてご迷惑をおかけしています。それに加えて今日お越しをいただきました。そこまでしていただいている皆様方にまたこうしてお願いをするのは本当に心苦しい思いです。でも先ほど主人が申し上げましたように、今日の午前中のことでした。共同通信社の先週末に行った最新の世論調査の結果を私たちは聞きました。本当にびっくりするような結果でした。全国で300議席自民党は固いと言われています。でもこの広島3区に限っては本当に今苦しい状況に置かれています。ひたひたと民主党の候補が後ろに迫っているというのを主人はおそらく感じながら日々選挙戦を戦っていると思います。どうか皆様のお力をお貸しをください。主人はもう政治しかない人なんです。他に何がありますか。すべてを、生活のすべてを、人生のすべてを政治とこの地元秋田方市、そして広島3区にすべてを注いでいます。まだまだもちろん至らないこともあるかもしれませんけれども、その覚悟を持って政治だけの人なんです。本当に不器用な人なんです。どうかそんな不器用な主人に皆様のお力をお貸しください。本当に厳しい戦いでございます。皆様だけが頼りです。どうかあと3日あります。皆様のお声掛けもう十分していただいているの分かりますが、どうか今一度今回の選挙本当に厳しいんだということを周りの方にお伝えをいただいて、どうか皆様のお力を河合克行にお与えいただきますようにお願いいたします。本当に今日はありがとうございます。